はい、じゃあよろしくお願いします。今回は2018年10月前半の時事問題についてやっていきます。で、ニュース今回5つ取り上げて穴埋めが7個ありますので、まずね、一回動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にちょっとね、知らないニュースなんかがあれば、今からね、自分が簡単に説明しながら穴埋めやっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず一つ目のニュースからやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まずは築地ですね。築地市場から新しいホニャララ市場に変わりましたと。で、まあこれ名前言っちゃいましょう。まあ、ずーっとね、なんかもう汚染物質がとかさ、もう問題になってましたけど、まあいよいよね、決まったので、豊洲市場ですね。豊洲が営業が始まりました。で、まあ実際始まってみて、なんかいろいろね、まあ問題点が浮き彫りになって、ああだこうだ言われてますけど、まあこれからね、徐々に改善されて、まあ前みたいな、築地みたいな活気がね、出てくればいいなと個人的には思っております。まあすごくね、重要なニュースなんで、豊洲市場ですね、覚えておいてください。で、次はまあ温暖化のニュースなんですけど、まあ地球温暖化ってずっと言われてるじゃないですか。で、早ければ2030年、今から12年後ね、にも世界の平均気温がほにゃららと上昇するっていう計算結果が出てきました。研究でね。で、その温度が 1.5 度なんですよ。 1.5 度、まあ 1.5 度かと思うかもしれないんですけど、そうなるとですね、じゃあ今度2100年、まあ、かなり先ですけどね、100年までに海水面とか海のね、海水のこの、まあなんだ、海の面のそのが上昇するんですよ。その南極とか、その氷が溶けることによってね、海水面が上がってしまうんですけど、それが最大、ほにゃららセンチメートル上昇すると言われてる。これ何センチ？これ、個人的にすごい衝撃だったんですけど、これ77センチも上昇すると言われてる。77ですよ。まあ、約、ちょっとざっくり言っちゃうと1メートル弱、海水面が上がる。そうすると、もちろん海に沈んでしまう場所も多々出てきてしまうので、まあ、本当にね、地球温暖化が問題ってずっと言われてますけど、本当にまずいっていう状況らしいです。ちょっと詳しいことはね、ぜひネットとかで検索してみてみてください。いろいろね、新聞にも書いてあったんですが、まあ一応今、日本じゃないや、地球はそういう状況に置かれているという話です。で、次はノーベル賞のニュースですね。京都大学のホニャララ特別教授が、ノーベル賞を受賞しました。ノーベルホニャララ賞ですね。二つ穴埋め行きましょう。で、まず、お名前の方なんですけど、これですね、おそらくこの名前で出されるパターンもあると思うんですけど、これ読み方もね、結構気をつけたか、まあ、読み方で出してきてもいいかなってぐらいに、変わった読み方とか読めない、なかなか。名字が本樹。で、これも U なんですけど、お名前がタスクです。本樹タスク特別教授です。が、教授がね、受賞されたと。で、ノーベル賞はね、いろんな賞が、種類があるんですけど、その中でも、ノーベル、医学、生理学賞を受賞しました。まあ、癌のね、癌治療の、とか、今までなかったようなアプローチの仕方っていうのを見つけて、もう一方、海外の方と一緒にね、受賞されたんですけど、受賞したというニュースがありました。で、これもですね、まあ、受賞が決まってから、まあ、ネットでいろんなことがね、情報が出てきて、まあ、あーだこうだ言われてるのもあったんですけど、いろいろ、多分ね、調べると出てくるんだけどね。あるんだけど、まあ、人は評価されたら間違いない話ですし、それでね、癌が、治ったりとか、まあこう、軽減したりとか、こう救われた方がいらっしゃるのも事実なので、まあそこには触れないですけどね。まあひとまず今回は本樹タスク特別教授っていうところと、ノーベル医学生理学賞っていうのをね、こうセットで、ぜひね、覚えておいてください。で、次ですね、日本経済団体連合会。これ長いんですけど、略すとここね、よく経団連って言われるんですけども、経団連がある発表をしましたと。で、何の発表をしたかっていうと、大学生のホニャララのルールを廃止するよっていう発表をしたんですね。やっぱり何のルールかっていうと、まだ、まあ、中高生がメインで見てるので、すぐには関係ないんですけど、いずれみんなにも関係してくる内容で、就職活動ですね。就活ってやつです。
のルールを廃止しました。就活っていうのは、例えば、この時期に情報を解禁していいですよって、企業がね、こういう人を募集しますとか、こんだけ人数をとかいろいろあるんですけど、その情報を公開したりとか、就活スタートする時期とかを、一応ルールを決めてたんですよ、ちゃんと。でも、廃止すると。なんでかっていうと、そこを守らないっていうか、そのルールの、に所属しない、わ、俺ら関係ないんでっていう会社がいっぱい増えてしまったので、事実上機能してない部分があるよねっていうことになって廃止すると。で、新しいルールはどうするかっていうと、今度は政府が決めます。経団連ではなくて政府。で、もちろんその具体的な内容は決まってないんですが、で、実際に関わるのが、今2018年10月に撮ってるんですけど、大学生であれば、大学、2年生からが関わってきます。だから大学2年生、1年生、まあ高校生もそうだね。その時にルールが変わんなければ、まあそんなすぐ変わるとは思わないんで、関わってきます。で、まあ、これがね、まあ、どういう風になっていくのかって、これはこれからなんで、まだ具体的にはわからないとこなんですけど、こう、やりにくくなんなきゃいいな、就活大変なんでね、こう、ごちゃごちゃしたりとかパニックにならなきゃいいなっていうのは思ってます。今までもいろいろ言われてたんですけど、それでもなんとかこう、なんだろうな、平等ではないけどさ、うまく回ってたので就活は、うん、とは思うんですけど、まあ、そんな風になっておりますと。で、最後ですね、第17回の世界、これ故障です。湖と沼に関する話、故障って読むんですけど、故障会議っていうのが日本のホニャララ県で開かれました。で、場所ですね。これ茨城県です。茨城ね。のつくば市ってとこで開かれました。で、これは、その名の通り、湖とか、まあ、沼に関する回帰で、ああ、そうなんだ、ぐらいで終わるかもしれないんですけど、これちょっと新聞に大きく出ててね、読んでたらですね、もう自分知らないこといっぱいあったんですが、まず、まあ、湖と沼っていうのは、水たまりの延長なんですよ、一応イメージとしては。まあ、でっかい水たまりで、で、深いものが湖で、浅いものが沼って、まあ、そういう、なんか、カッと分かれるらしいんですけど、今、世界的にこの湖と沼、まあ、故障ですね、が非常に危ない状態にあると。もうほんと知らなかったね、これね。で、どういう、例えばね、ちょっと簡単に言うと、例えば、中央アジアにね、アラル海っていう湖、これ世界で4番目に大きい湖だったんですけど、水が枯れてしまって、どんどん水がなくなってしまって、その昔計測した時よりも10分の1まで減ってる。で、場所によっては14分の1までその湖の大きさがどん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 こうちっちゃくなって行ってたりとか、あとはこれ日本の琵琶湖ね、琵琶湖は、まあ、あるじゃないですか。で、琵琶湖もよく言われてるんですが、外来種って言って、その、外から、もともとその琵琶湖にいなかった、その生態系にいなかった魚が外から入っちゃって、誰かが放流したかわからないけど、入ってしまって、その生態系を壊してしまって、そこの環境が崩れてしまったりとか、そういった問題が非常に多くなってる。で、その故障に関しては、なかなかね、例えば、これをやればすぐ良くなりますよ、みたいなのないんだって。基本的にはその周りに住んでる人々の生活に関わってしまうので、人々の生活が良くならない。そんな一気に変わんないでしょ。そこに1万人住んでたら1万人がいきなり生活改善するなんてできないじゃないですか。だから、すごいこれ結構問題になってるらしくって、今。そう、っていう話がありました。これどうしても取り上げたくてね、今回あげたんですけど。じゃあ、ひとまず今回ね、メインはこの5つのニュース。で、まぁ、前回からやっているように、ちょっと おまけというか、問題にはできなかったんですが、ぜひ覚えてほしいのが、まず1つ目。もう2つ取り上げます。スポーツね。漢字は間違えたくないね。大迫って名字を打つとね、そのサッカー、大迫半端ないって言っちゃうかもしんないんですが、これ、大迫、すぐる選手です。これ、マラソンの選手ですね。もともと自分は箱根駅伝がすごい好きなので、もう早稲田で走ってた大迫をすごい、まあ、イメージがあるんですけど、今この大迫する選手がすごくって、フルマラソンですね、の日本新記録を更新しました。あー、間違った。ごめん。2時間5分50秒かな。6分をね、初めて切ったんですよね、大迫選手が。これもすごいことで。そこぜひ覚えておいてください、大迫する選手。多分これからね、ほんとマラソンで、よく目にすると思う。この選手は。これ、それぐらい伸びていくと、今、すでに伸びてるんだけど。そう、目にすると思うんで、覚えておいてください。で、少し前に、8月かなんかの時事問題だったかな。で、あと8月で、東京医科大学が、その受験生の女の子の受験生に不利になる、その特定操作をしたみたいな。
ニュースがあったと思うね、覚えてる方いらっしゃると思うんですけど、それにあたってね、その日本全国の大学の男女比、合格者の男女比をね、調べたんですよ。今回、それが新聞に、これね、上がってて、そしたら、47都道府県ありますよね、47。そのうち、45道府県ね、45道府県で、女子の方が合格率が低いというデータが出てきました。もちろんこれに関しては、だから、うわ、もう45全部なんか操作してんじゃねってわけじゃないと思う。それは違うんですけど、ただそういうデータが出てきて、で、これまあ新聞載ってる情報なんでね、ちょっと口頭で言ってしまうんですが、一番差があったのが山梨県。山梨は、下いけるかな、男子が 68.7 で、女子が 53.0 っていう。これ 15.7 でしょ。これはね、相当だと思うんだよね。で、ちなみに、一番ね、47全部並べたときに、徳島が、逆で、徳島が一番女子比率が高くって、男性が、男子が 45.3 の女子が 47.3。まあ、2ポイント、まあ、2% 女子の方が高いっていうか、まあ、それでもどっこいどっこいだよね、ほとんどね。っていう感じです。ちなみに、山梨の次は北海道ですね。北海道は 50.9 と 38.9 だから 12% 違うみたいな。まあ、なってて、まあ、一応これはちょっとメスが入るというか、まあ、もうちょっと詳しく調べようみたいな話になってるらしいので、まあ、これからどうなるかわからないんですけど、まあ、もしね、本当にね、そういったものが蔓延してるんであれば、メスを入れなきゃいけない内容だとは思うので、まあ、もしよかったらみんなにもね、特に女の子には関わることだから、ぜひぜひ、このニュースがどうなっていくかっていうのをちょっと意識しながらチェックしてもらえたら嬉しいです。では、今回は10月前半の時事問題やらせていただきました。今回の動画はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。